工事が完了する前に塗り残しや汚れなどを点検し、補修塗り作業を行います。塗装面を傷つけないように注意しながら養生、足場を撤去します。周辺清掃をして全作業工程が終了します。ほら、こんなに綺麗に。お家も気分もリニューアル。建物の塗装は美観のためだけではありません。長く快適に住み続けるためにも、資産価値を維持・向上させるためにも、定期的な塗り替えが大切です。関西ペイント。